特に今日は私の方からはありません。どうぞ皆さんからございましたら。はい、どうぞ。はい、昨晩千葉市の選挙です、はい、汚職事件の後を受けた選挙で市政の、まあ、刷新ということを共産党市政が本だとしましたと、多くの方は訴えられていたと思います。で、前回と同じ方が出られていたんですけれども、得票率でいうとやや落ちたような気がしています。で、千葉市長選挙についての言い方をお願いします。まあ、小見長選挙というのは様々な組み合わせやその時の状況要素でいろんな結果が出ますから、そういうことだと見てます。まあ、もともと現職がね、要職で逮捕された後の選挙で、いろんな煽られ方もしましたからね、まあ、そういう状況の下で正論を言ってる党に必ずしも票が来るということは限らないような、そういう選挙もありますからね。まあ、首長選挙はとりわけそういうね、要素がありますから。ただまあ、そういう中でよく基礎票を維持したなというふうに思ってます。はい、NHK の方。はい、郵便の割引制度をめぐって、はい、障害者団体の証明書を偽造したとして、はいはい、現役の局長が高知県に逮捕されました。はい、現役の局長との逮捕というのはかなり異例の事態だと思うんですが、今回 の事件全般について逮捕についてどういうふうに聞いて、あの容疑が事実だとすれば重大だと思います。やっぱり厳正な、捜査と司法による公正で厳正な裁きが行われることを望みたいと。まあ、一部に政治家の関与ということも言われてますから、そういうことも含めて国会としては、司法とはまた別に一体事実は何であったのかということを、政治家の関与も含めて真実を明らかにするために国会の場でも真相究明をやることが、司法での厳正な判断を促進する上でも役立つのではないかと、事実ならもってのほかと、許しがたい行為だというふうに思っています。国会での追及というのは共産党としても、何らかの場合に求めていきたい。そうですね、当然さまざまな場で。はい、三重市の今週末に各社世論調査で、内閣支持率が社によっては 10% 台と、はい、まあ、どのその調査でもかなり社内不支持急落という状況ですが、これについて何か。まあ、これだけ国民の暮らしが大変の時にまともな経済対策は打ち出すし入れていないと、あるいは核兵器廃絶についてのオバマ大統領のああいう積極的な演説に対しても、まあ、核廃絶はあまり言わないでくれと、アメリカの核の傘で守ってほしいと、まあ、被爆国の政府としては本当に情けない態度に終始していると、まあ、加えてやっぱり最近の激減は西川さんの問題をめぐる統治能力の欠如ということが支持率を下げた大きな原因、我々、まあ、あれは優勢民営化が一体何をもたらしたかということの必然的な現れであり、矛盾がああいう形で現れたんだというふうに思いますが、それにしてもそういう時に優勢民営化の結果どういうことが起こって何を改めるべきかという検証もやらずに、ただまあなすがままに流れに任せてにっちもさっちもいかなくなってああいう措置を取ったわけですけれども、まあ統治能力がないなと、政権末期の状況というふうに多くの国民の皆さんがご覧になって、ああいう支持率の低下になって現れたんじゃないかなというふうに見てます。共同の世論調査でですね、比例投票先の世論調査で、はい、自民党が 18.7、 民主党が 47.8、 2.5 倍ぐらい、要はこう自民党の受け皿として民主党という流れになっているという流れについて、
まあ、民主党が何かいいことをやったからね支持率が上がったというよりもそっちにおいて自民党のエラー政権を握ってる政党のエラーによって、野党で一番、現時点では数の多い民主へという流れをしたということであって民主党の政策が、国民から支持を受けたという表れではないと思ってます。ある新聞の世論調査で、自民と民主には大差がないと答えた人が7割近くいたと。国民は見抜いてると思うんです。見抜いてるんだけれどもそれでもお灸を据えるためにというふうな流れが、まあ、率直に言ってこう自民か民主かっていういずれかの政党に選択肢を狭めるキャンペーンが行われてるもとでそういう世論調査の結果が出てるんじゃないかと。もうそういう点では我が党としてはオーソドックスに日本共産党が今度の選挙で伸びることこそが政治を変える道だと。今あの先ほど紹介した世論調査でもですね、今の政治に不満だという人は 91% で、どうして不満かというとこの日本の進むべき進路について将来像を明らかにしていないということに不満だというのが 91% なんですね。ですなわち今度の総選挙は日本の進むべき道が問われると。でそういう時にやっぱり旗印、日本の進むべき経済や外交の旗印を鮮明にして戦うことが大事だというふうに我々考えてまして、八丁層でも明らかにしたようにやっぱりルーラル経済社会を作るために大企業いなりの政治を改めると、憲法を生かした自主自立の外交に転換するためにも軍事同盟絶対の政治を改めると、こういうことを掲げている党が前進することは政治を変える鍵だと、まあ、そういう時にそういう大企業言いなりと軍事同盟絶対の政治を推進してきたのが自公勢力であり、それに対する対抗軸を持たずに旗印を示しえない政権交代だけを主張している民主党では政治変えることはできないと。むしろこう定数比例定数の削減だとか消費税増税とか憲法改悪では自民民主が競い合って悪性を推し進めようとしている、そういう危険な流れにこうストップをかけね、国民の利益の立場に立って立ちはだかり、政治の真の国民的立場に立った改革の方向を示す党が述べることが大事だということを太く訴えていきたい。だからまあ世論調査でああいう形で現れているのは二大政党キャンペーンの一つの現れというふうに見てます。だそういう流れに負けない奮闘をね、大いにやりたいと。それはまあ自らの奮闘で風を起こす以外にないわけで、まあ、そういう努力を今続けているところです。こういった支持率になったことで、ね、党内ではなくなっても早期解散のことはなかなか難しくなったのではないかという声がありますが、現状をどういうふうに、まあ、これはね、まあ、何度聞かれても解散を決めるのは総理ですから、何とも言えない、麻生さんに聞いていただく以外はないと思うんですけど、まあ、いろいろな説ありますよね。まあ、こうなったらむしろ、早く都議選前に解散してね、8月2日頃に投票という説がいろいろ報道されたり、しかし千葉の市長選挙でああいう結果になったと、まあ、静岡も危ういということになれば、もう少し伸ばそうかと。伸ばしたら支持率が上がるかというその展望もないと、まあ、追い込まれ解散ということになりかねないというので、こう揺れ動いている、いずれにしてもあんまり決断しない人ですから、何とも言い難いところですね。だからあんまりね、私たちはあのいつ頃選挙になるだろうかといくら考えても意味がないと思ってるんですよ。というのは決めるのは麻生首相だから、あんまりいつ頃になるだろうかという論評はもうやめておこうと、いつになっても戦えるように準備を進めることが今一番大事なことだと。まあそうは言ってもいつ頃だろうかってよく議論になるんですけどね、それを抑えるつもりは全然ありませんし、党内でも
やっぱりいろんな準備があるからね、あの8月2日と8月末とでは、いろんな、政見放送の準備からね、選挙候補をどうするかとか政策作りからいろいろちょっとこう違うから早く分かりたいなという気持ちはあるんだけど、やっぱ一番早い時期 の可能性にこうおしなんていうかなから見て逆算方式で抜かれないようにいろんな準備を全部やろうということにはしてます。もう早期解散を求める立場には変わりない。それも変わりません。だこれはただ私たちの望むようにいきませんからね、まあ、ずるずるましは良くないと、やっぱり早く解散すべきだというのは変わりありません。ただこれもずっと言っているように、そのためにどんな法案も、すいすいと議論もなく通すこと結構ですよというどっかの党のような態度は取りません。遠藤総務大臣の考えも佐藤さんが別の僕らの内閣改造を言っているんですが、今、101になった時点で、ここで、いろいろ不満があるんじゃないかという感じですが、大枠政治的なですね、政権不良を使うというのは、あ、要するに内閣改造することによって政権不良策、まあ、そういう思惑はあるでしょうが、政治の中身を変えないで顔ぶれで変えて国民を果たして納得するのかなっていう感じがします。あのそれは内閣の顔ぶれをお変えになるのはこれも総理大臣の権限ですから、なんかそれをやめておけとかね、やれとかいうつもりはありませんけど、まあ、そういう形で首のすげ替えだけで国民が今の政権に支持をする人が増えるということにはなり得ないんじゃないですかね。はい、どうぞ。はい、野党共闘という観点から見て、野党が変わった点があるというふうに言ってらっしゃいますね。もともと小沢さんの時代からも、あの野党4党の幹事長、局長の会談というのは激減してましてね、ほとんどやられていませんでしたから、なんか鳩山さんになって、急に野党4党間の協議がなくなったとか増えたとかそういう状況はありません。まあ、国対委員長は結構野党4党でやってない、なんかこの頃あの野党3党の私とこを除くあの党の話し合いはよくやられているようですけども、別にあのそれは一致する政党が協議されるのは自由ですから、そのことについて何とも思ってません。で、鳩山さんになってなんか小沢さん時代と変わったかどうかという点では基本的には変わりはありません。それはあの野党間の一致点での協力云々ということに限って言えば何の変わりもありません。はい、あの外交の関係で伺いたいんですけど、週末また北朝鮮がですね、はい、裏の出発を始めるとプルトニウムの展示をしていたということの場合、一層強硬な姿勢を示していますが、はい、日本政府として、まあ、どう対応するかと、まあ、それはどうしてもどういうふうにこれまでの、主張を変えずにそのままの態度でいいというふうにお考えでしょうか。これはあのやっぱり核兵器開発を一層促進するという軍事的挑発に大きく足を踏み出すことになるわけですから、まあ、絶対に許されない行為だというふうに思います。で、北朝鮮のやっぱり軍事的なそういう挑発、暴発を抑えるためには、一貫して我々主張しますように、何よりも国際社会が一致してことに当たるということが大事で、その際、今度の国連安保理決議もですね、やっぱ非軍事で、国際社会が協力して一定の制裁はやるけれども、それはあくまで非軍事ということで国際社会が協力しようということになったわけですから、この立場でね、一層積極的にことに当たるということが大事だと思います。まあ、仮にもこういう時にね、敵基地攻撃論だとかやられる前にやれだとか、日本も核武装すべきだとかいうのは、これはですね、軍事対軍事のこう
緊張を一層激化させる道であって、そういう暴挙をやってる北朝鮮だからこそ、こちらがやっぱり道理を持って、結束していくことにあたると。そうでないと相手に核兵器捨てろというこちらの道理がなくなっちゃいますよね。こっちまでがそれに目に雨は歯には歯をと。あの暴挙に対してはやっぱり厳しく糾弾という点では一層厳しい態度が必要だと思っています。敵基地攻撃論とか、そういう中に、その、三年生の見直しというのが入ってた。そうですね、それもやっぱり危険な動きですね。やっぱりこういう時にね、せっかくああいう国際世論に押されて、オバマ大統領、まあ、核兵器を使用した唯一の国がね、核廃絶を国家の目標とするということを初めて公言した、もうそういう流れを促進させるために地球上から核兵器なくすという大きな流れを作っていくことがね、北の暴発を抑える上でも大変大事なことだというふうに思ってますね。そういう時に核の傘論、拡大抑止力論にこう固執しているような、そういう流れはやっぱり良くないというふうに思いますね。他よろしいでしょうか。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。